皆さんこんにちは。エムズダンスアカデミーの山崎と石本です。今日は千葉県と東京都にお住まいの、O さん H さんカップルのワルツのルーティンの一部をまくらせていただきます。このステップの最後の方でやりましたハイホバーからの一連の流れで、セイムフットでデベロッパーするフィガーなんですけども、競技会でよくやってる方を見かけますが、結構バランスを崩しやすいフィガーですね。なのでタイミングとか、バランスがすごく重要になってくるステップなので、皆さんもそこら辺に気をつけながらステップやってみてください。皆様からこういうステップをやってほしいという、リクエストがありましたら、こちらの、コメント欄にどしどしお寄せください。それではあなたのステップパクらせていただきます。